YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業のタガです。今回ご紹介していくお車なんですが、新型ハイエースワゴン GL の、肉のガソリンのフレックスオリジナルシートアレンジ AS をご紹介していきたいと思います。はい、では早速お車を見ていきましょう。こちらです。はい、まずメーカーオプションのトヨタセーフティーセンスですね。そしてパノラミックビューモニターインテリジェントクリアランスソナスがついています。こちらがフレックスオリジナルデルフィーノラインのフロントスポイラー。はい、そして車両の方は2インチロールダウンしていますので、通常よりも約5センチぐらい低くなっています。はい、そしてこちらもフレックスオリジナルデルフィーノラインのオーバーフェンダーです。はい、そしてタイヤホイールがグッドイヤーのナスカータイヤと、フレックスオリジナルカラーのバルベロディープス17インチです。はい、そしてこちら、メーカーオプションのデジタルインナーミラーのカメラの部分ですね。そしてリアにもインテリジェントクリアランスソナーがございます。はい、そして片側パワーサイドアイです。内装の方こちらです。はい、もういつもご覧いただいている方はもうご存知おなじみかと思いますが、こちらベボシートが真ん中についてますので、対面座席であったりとかフラットっていうところに、特化したお車になりますので、運転席助手席のすぐ後ろから一番後ろまでオールフラットにできるタイプですね。大変人気の車両となってます。でこちら、後部座席の方、天井スピーカーとカロッツリアのフリップダウンモニター 10.2 インチがついてます。はい、そしてフロントのナビもカロッツリアの7インチになります。そしてこちら木目柄のインテリアパネルとシフトノブハンドルセットでついてますね。ガングリップのタイプですので、もうかなり人気のハンドルです。はい、そして ETC の方もついてます。はい、でパノラミックビューモニターなんですが、バック入れていただくとバックカメラとパノラミックビューモニター映るようになってます。あとスイッチで切り替えも可能です。はい、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。今人気沸騰中のアレンジ AS になりますので、今ちょっとうちの方でも1台しかご用意できてませんので、ぜひご検討ください。実物は見に来ていただいたら結構広さが伝わるかと思いますので、ご来場の方もどしどしお待ちしております。では今回のご紹介はこちらで以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。